はい、えー、ホワイトベース、スタジオから放送になりますね、はい、今日は皆さんに面白いものを見せます、これです、ヘルメットです、えー、と外側見てくださいね、はいまあ、これ、王子系かぶとのヘルメットなんですけども、はいね、なんともない、ちょっと傷多いかなっていう感じなんですけども、はい、中身、じゃじゃん、見えますか、これ、ほら、これ、割れてるの分かりますか。 はい、ライナーがライナーの発泡処理の部分がバッキリ割れております。はい、これ事故で被られていたヘルメットです。えー、ライダーさん無事でした、えー。60キロぐらいで転倒ということなんですけども、えー、これ、えー、どういうことか説明します。はい、側割れてないですね。はい、以前の動画で私がねハンマーでぶっ壊したときに でそれは壊れることで衝撃を吸収してるから壊れる方がいいんじゃないかって言ってる人がいたんですけどもそれは誤りです側外側というのは薄くできてますけれども硬さを担保して貫通しないためのものなので外側は硬い必要があるんですね。ただガチガチチに硬いののもなんなんであるる程度しななようにはなってますで衝撃を破壊することで吸収するのはこのライナーなんですね。この発泡 こうやって割れることでなんかあの外からの衝撃をある程度吸収したということです。ある程度、はいえー、完全に吸収することはできないです。ある程度吸収をすることによって、えー、頭への衝撃を防げた。ちなみにこの発泡スチロールのーライナーがないとどうなるかというとです、ねまあ、あのダイレクトに触れます。 はいまああのー、表面が変形しない分点の衝撃はある程度面のように分散されるとは思うんですけども衝撃はは吸収はされません、はい、これ、えー、表現としてはですね非常に分、あのー、かんないと思うんですけども例えば、まあ、もうないんですけど、まあね、あのこうサンドバッグがぶら下がってるとして僕の体重80キロとしてヌッと押した。はいねヌッ 押した、ね、この時の私の質量から与えられる力っていうのが一定です。でこれがですね「うん」と押したんじゃなくてパンとやるとですねこの瞬間的なその一瞬当たる瞬間にですね私の体重上半身の体重が全部乗っかってるんですね。これが衝撃ですぐーっと押しても 乗っかる力重さは同じグーッて押して戻ってくるこれを一瞬にしてバンッていったもう当然バンッてやられた方が痛いですよね痛いし破壊されると思いますパンチバンッてパンチすると破壊されるニュッて押しても別に痛くはないこのパンッてなってるこの瞬間的に力が集中してる状態これを衝撃と言います、はい、なので衝撃を和らげようと思ったらパンッていうのを んっていうこの押される時間要はミートしている時間を長く取ればいいんですね。あの、零点ゼロ何秒という一瞬でパーンってぶつかるのを。うんとこう押される感じで。当たっている時間も長く取れば、衝撃というのは分散されますので。破壊力が極端に減じます。はい。 その効果を期待するためにこの中にライナーというものを入れて衝撃が頭に伝わるまでの時間稼ぎをしているんですね。でその時間稼ぎの結果中が破壊するということです。はい、なのでこれがないとその時間稼ぎができません。なので外側が硬いだけだと頭に対しての衝撃はそのままダイレクトに伝わりますのであまりヘルメットの意味がないということですね。じゃあこののの外側そのものが 破壊してしてまう簡単に破壊してしまったらどうなるかというとですね、えー、当然その簡単にこうバコンていくとですね、えー、本来こう点の衝撃を面に分散させるための役割というものを果たしませんのでのの衝撃が天のまままま伝ってきますす下手ししたら貫通します、ね、そうすると防御力防具として意味がないんですね。なので これはいろんな考え方があるんですけど当然その表面のシェルの部分の部分にです、ねまあ、衝撃によって破壊して破壊することで衝撃を吸収するこういう機能を持たせるということもできなくはないですできなくはないんですけどもじゃあそれはどの程度の衝撃が加わったら破壊するのかっていうのは設計段階で決めなくちゃいけないんですね。でこうしたことを実現しようと思うとどん,どん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 材料というのはですね高価なものになっていきますのでどの辺りを取っていくか。 じゃあこれ硬くなりますけれどもじゃあ硬い硬ければいいのかじゃあ金属にすればいいじゃないかと思われるかもしれないですもん金属にするとですね蘇生変形っていってへこんだものが戻ってこないんですねなのでバーンと当たった時にヘルメットが歪んだらその歪んだまままになっっちちゃうんんでですすよちょっとまずいですね歪んだら戻ってくれないといけないいいとけですそうじゃないとヘルメットが歪むとその歪みによって不具合が起きますよね窒息するかもしれないし脱げなくなっちゃうかもしれないので。 あまりその金属をです、ね、表面にすするいいいうのはは行われてはいないです、はいまあ、中世の甲冑なんかありますけどもああいうのはあの時代はそれしかなかったからやってるのであってね、まあ、もし今の時代であの鎧を作るのであったらまた違った子孫なんじゃないかなと思いますけども、はい。というわけで事故ったヘルメットはどうなるかということで皆さんにお見せさせていただきました、えー、外部の破壊よりむしろ内部の破壊をされるわけですね一撃必殺です。 えー、ミートはここだったから良かったですね。この方フェイスシールドをちゃんと締めてたから継承ですんだと思うんですけど、これ上がってたらフェイスシールなんかかなりパーンと飛んでですね、顔面も美容師、顔面もみじおろしになってたんじゃないのかなと思います。はい、これ貴重なサンプルでございます。はい、ね、はいというわけでどれだけヘルメットが大事かということが伝われば幸いです。